毎日家でお酒を飲むということをやめてから、もう3ヶ月過ぎてるのか、それぐらいになっているんですけど、ちょっと今日は試しにストロングゼロを飲んでみたいと思います。特に飲みたいっていう気分ではなかったんですけど、このお酒を毎日飲むということをやめるまでは、このストロングゼロを、まあ1日2本から3本。飲んでから、まあ、ウイスキー、水割りとか、ロックとかを飲んで、まあ、寝ていたっていうんですかね。これを飲み始めるのが、まあ、夕方の6時から6時半ぐらいから飲み始めて、まあ、だらだらと、最初に1本飲んでから食事して、で、その後に、まあ、僕は作品作ったりしているので、その作業とかしつつ、これを2本目飲んだり、調子いい時は3本飲んだりして、で、最後、とどめを刺すように、まあ、ウイスキー飲んだりとかしていたんですけど、果たしてこれ、もう約3ヶ月ぶりぐらいに飲むんですけど、どんな味だったのか、どんな感じになるのか。まあ、とはいえ、家でお酒を飲むのをやめていただけで、実家に帰ったりであるとか、友達と飲む機会があるとか、そういう時には僕はお酒飲んでいたんですよね。しかし、家でお酒を飲むっていうことをやめて以降、外で飲む時も、あんまり飲めなくなったんですよね。今までだったら最初の一杯のビールをもうごくごくごくと飲んで、一気にこう酔いがこう回ってくるみたいな。そういう感じでお酒を飲んでいたんですけど、なんかそういうごくごく行くのがこうできなくなったっていうのか。で、そうなると全体的な量が減るんですよね。まあ普段なら外で飲みに行った場合、大体ビールとか3杯とか4杯とか飲んでから、まあワインとか。まあこの前もビール3杯ぐらい普段飲んだりしてからチューハイとか飲んだり、あるいはハイボール飲んだりしてからまあワインとかになったりするんですけど、まあこの間はビール2杯飲んで、まあワイン3杯か4杯ぐらいだったと思うんですけど、まあそれぐらいで終わったんですよね。なんか飲むペースがめちゃくちゃ遅くなったというのか。まあ前置きが長くなったので、これは中が真空になってるやつで、いつもこれでお茶とか、まあ、お酒飲んでるときはこれでお酒飲んでたんですけど、最近はこれでジュースとか飲んでたんですけど、ここに、ストロングゼロ。これは危険と言われています。まあ、お酒をやめようと思ってる人とかやめてるっていう人がこれを飲むっていうのは前代未聞だと思うんですよね。僕はでもこれ飲んでも、またお酒飲みたいっていう風にならない自信があるっていうんですかね。なんか、もうお酒とはなんかいい付き合いができるようになった感じがするんですよね。なんかお酒に支配されていないっていうのか。この匂いは、すごい、あんまりしないですよね。ちょっとレモンの匂いはするんですけど、アルコールって感じの匂いが全然しないように見せかけてるというのか。ワインとかもアルコールにはあまりしないんですけど。これは飲みやすい。これは濃いですね、味が。すごく味が濃い。味が濃いのに、アルコールの感じがあんまりない。これはサントリーはやばいものを開発したと思います。これは。ほう、なるほど。これはもうごくごく飲んでしまいますね。これはごくごくいってしまいますよ、そら。そうなんですよね。このストロングゼロっていうのはこう、一気に酔いがバーってくるんですよね。それを僕はちょっと求めていたというのか、このストロングゼロほどこう、一気にパーッと酔いが来るみたいなことって、まあビールとかジョッキでお店でこう、一気にゴクゴクと半分ぐらい最初の一杯っていうんですかね、乾杯した後の最初の一杯でゴクゴクっていくことが多いと思うんですけど、それをするとこう一気に酔いが回ってくるというのか、そういうのあるんですけど、これはなんせ9%なんで、
これ一本で、まあビール約2本分弱ぐらいあるんですよね。だからこれを1日2本飲むと、ビール350ミリ缶を4本ぐらい飲むことになるんですよね。それを毎日。まあストロングゼロがコスパがいいっていうことに気がついて、それを毎日やり始めたのは、まあ、ここ、まあ、6、7年ぐらいだったと思うんですけど、まあ、それまではビールとか、発泡酒とか、いろいろ試してきて、結局、ストロングゼロが一番コスパがいいと。これなぜスーパーで108円とか、安かったら96円とかぐらいで売ってるんですよね。異常ですよね。ジャパニーズクオリティですよ、これ。異常。ただまあ、今はそのヨーロッパはこうユーロになったのでちょっと値段が上がってるんですけど、僕が二十歳ぐらいの時にドイツに旅行に行った時に、ドイツまだマルクだったんですよね。でその時に1マルク日本円で何円ぐらいやったのかもう覚えてないんですけど、ただ500ミリのビールが100円以下で飲めるんやっていうのをこう衝撃を受けたんですよね。二十歳ぐらいの時にドイツ行った時に。それが今は、もう、1.47 ユーロとか、1.78 ユーロとか、まあ、今はって言ってもそれでも5年ぐらい前ですけど、500ミリのビールがっていうのか。で、ドイツとか、まあ、ベルギーとかそうですけど、こうビールなのに、こうアルコール度数がまあ 9% 以上とか、下手したら10何%あるビールとかあったりするんですよね。まあちょっと話が逸れてきたんですけど、もうアルコールのこう雰囲気がこう来てます。まだ、今ちょっと二口ぐらい飲んだぐらいだと思うんですけど、うん。これは、すごいな。これは危険物。これは危険物に、認定します。いやーでも、美味しいものではない、じゃないのかなと思うんですよね。これ、ギリギリっていうのか、ほぼジュースのごとくにごくごく飲めてしまうんですよね、これ。危ないですね、これは。アルコール度数 9%。エネルギー 54kcal。タンパク質ゼロ。脂質ゼロ。炭水化物 0.4 から 0.9g。糖類ゼロ。食塩相当量 0.06 から 0.13。プリン体ゼロ。純アルコール量 25.2g。350ml あたり。確か厚労省が推奨している1日の、これぐらいにアルコールしておいてくださいっていうのが多分 20g だったような気するんですけど、これ一発で 25g。一撃で終わるやん。っていう世界観なんですけど、このペースで飲んでると、全然飲み終わらないので、一旦一時停止して、これ一本でどれぐらいの感じになるのか、まぁ、ちょっと飲み終わってからまた動画再開しようかなと。なんかこう一気に飲んでもいいんですけど、なんか、一旦停止しながら、ちょっと飲み進めたんですけど、まだ約半分ぐらいしか飲んでないんですけど、かなり、酒が回ってきてる感じがあります。なんかこの感じが、前は良かったんですよね。こう、酒が回ってきてるぞと。こう、今日はまあ仕事だったので、
まあ、全身の筋肉、特に足の筋肉はちょっと疲れてるんですけど、そういうところが、こう、疲れてるなーっていう感じが出てくるっていうんですかね。こう、体に、こう、酒が回ってきてるなっていう感じが、こう、来るんですけど、なんか、これって、そんなに、その、気持ちいいもんでもないんですよね。なんか人と、こう、ワイワイしながらお酒を飲むっていうのは確かに楽しいことではあるんですけど、家でお酒を飲んで、こう、酔っ払うっていうことが、果たして、いい行為なのかと。こう、なんていうのか、感覚を麻痺させるっていうんですかね。嫌な気分をこう、紛らわすみたいなとか。それってやっぱり習慣になっていただけで、なんていうのか、確かにこう酒がこう回ってるなという感じがひしひしとあるんですけど、あと、やっぱりこうすごくごくごく飲みやすいんですけど、わざとそういう風にしてるのか、こうレモンらしさを出そうとしてるのかわからないんですけど、なんか苦味があるんですよね、これ。ちょっと苦い感じというのか。このちょっと苦い感じが、こう生成物を飲んでいるみたいな、人工的なものを飲んでいるっていう感じがすごくあって、それがむしろ僕は好きだったんですけど、なんか決していいものではないですね。当然というのか、わずか100円ぐらいでアルコール 9% の飲み物が 350ml。 はっきり言って普通のジュースとかより安い可能性があるので、うん、これはアルコールを飲んでるっていう感じが、確かにこうすごくお酒が回ってきます、これは。しかしこれが必要かっていうと、どうやろうっていう感じですよね。必要じゃないですね、これは。別にというのか、うん、なんかあんまり酔わなくなったんですよね。その家でこう、まあ普段が毎日が休館日というのか、なのでたまにこうお酒を飲むと、そのアルコールを分解する処理の機能が疲れてないからなのか、なんか全身に回ってるなぁと、アルコールが来てるなぁっていう感じはあるんですけど、なんかそれでこう気分が高揚したりとか、こうはしゃぐ気分になるみたいな、なんかそういう風にならなくなったんですよね。なんかそれがより良かったなというのか、飲みすぎてしまわないように多分なったんですよね。今までだったら、その外に飲みに行った時にこう記憶がなくなったりとか、どうやって帰ってきたのかわからんかったみたいな、そういう時とかもあったんですけど、これ多分もうそういうことにならないっていうんですかね。怖いなぁと思ってたんですよね。その記憶がまずなくなってるので、こうその間に何してたのかわからないですよね。変な事件とか、こう痴漢とか、そういうのに巻き込まれてしまうみたいな、そういうことをしでかしてしまうみたいなことさえあり得るというのか。しかし、まあ酒を毎日飲んでいたときは、そういうことも別に対してこう深く考えていなかったというのか。だから危ないですよね、よう考えると。ただまあこれまだ飲み終わってないんですけど、まああと3分の1ぐらい残ってると思うんですけど、
だいぶ、こう、久しぶりですね、この、やっぱり、一気に、こう、アルコールが回ってくるっていうのが、この、ストロング系のチューハイっていうのが、やっぱり一番、酒がこう、回ってきやすいというか、よろしくないですよね、これは。これが普通にスーパーで売っているっていう。で、これをこういうものにハマってしまうっていうんですかね。確かに、ものすごくごくごくいける、こう、喉越しというのか、ごくごく行きたくなる感じなんですよ、これ。うまいこと作ってますね、これ。ごくごく、ごくごく行けば行くほど、こう、アルコールが素早く回るので、素早く回ると素早く麻痺しだすので、癖になりやすいっていうんですかね。合法なんですよ。だからもう、こっち側ですよね。消費者側がなんとかするしかないんですよ。現状の法律ではこれが自由に売買できる状態なので、いずれこんなんあかんとかなる可能性もあるかもしれないですけど、一本全部飲んでからこう感想を言おうかなと思ったんですけど、ちょっと動画がかなり長くなっているので、まあ一応一旦またここで一時停止して、一本全部飲んでから、の感想を追加で入れようかなとは思うんですけど。ということで、ストロングゼロ約1本。まあ、まだちょっと残ってるんですけど、約40分ぐらい飲み始めて、この動画はぶつ切りになっているのでもっと短いですけど、もうかなり酒が回ってる感じになってます。なし40分間の中でビールを2本分ぐらい飲んでることになるので、そら酔いの周りは早いやろうなと。で確実に、で、確かにお酒が回ってくると、こう、ほんわかとした気持ちいいような感じにはなるんですけど、まあ、いらんかなって感じですよね、やっぱり。なくても全然、なんていうのか、気持ちの問題というのか。うん。まあ、これでまた、これが飲みたい、飲みたくてたまらんみたいな感じには多分ならんなと。実際に、久しぶりに、約3ヶ月ぶりぐらいに、ストロングゼロ、マイナス196度、飲んでみたら、どんな感じか、飲んでみたんですけど、やっぱり、9% っていうのは、伊達じゃないというか、9% の威力はあったなと。しかし、実際にこの酒がこんだけ回ってる感じがあって、気持ちいいっていう感じでもないと思うんですけど、まあこういう感じをその人間の脳は欲してしまうっていうことなんでしょうね。しかし、これ冷静に考えてというのか、この感じっていうものが必要なのかと。家族とかでワイワイするとか、友達とワイワイするとか、そういう場面では、そういうそのカンフル剤みたいなことであってもいいかもしれないんですけど、なんか一人で家でこうダラダラ飲むっていうことが、やっぱり全然必要ないと思うんですよね。そういうことをこう改めて飲んでみたら、こう確認できましたと。そういう結果になりましたと。まあこれちょっとドキドキしたんですよね。これ飲んでみたら、ああ、これやっぱりこうすごいなと。こう気持ちいいわと。こうすごいいい感じやなってなってしまうんじゃなかろうかっていう怖さはちょっとあったんですけど、なんか全然そんなことないというのか。
まあこれまでも別にその実家帰ったりとか人と会ったりした時に結構なお酒は飲んだりしていたので、まあそれでまたその毎日お酒を飲むっていうことが再開されてしまうっていうことはなかったので、別にそういうところはそんなに心配はなかったんですけど、まあこんな感じかなと。まあこれを今までは2本とか3本とか飲んで、さらにウイスキーとか飲んでいたので、それは完全にこのお酒のパワーにこう引っ張られて行動をとってしまってるっていうことになっていたんだと思うんですよね。それはその一旦離れてみたら気がつくんですよね。まあそういうことが確認できましたという話でした。芸術を動かす。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。